その刹那を遠い記憶に刻み込むように男はシャッターを押し続けた。スキャンダラスな夜をなぞったその指で巧妙に隠された真実を暴く。その瞳でウオモ夜の連続ドラマメゾン滝藤。誰もいないな。電気消し忘れたのかな。あ、なんだなんだ。うん、あれって裁判終わった時に出てくる人がやるあれだよな。裸足？なんか納得いってねえな。おい、どこ行く？どこ行く？おい。なんだよ。勝訴の練習じゃねえのかよ。どういうこと？何？知らねえよ。やっぱりってなんだよ。なんか猫が嫌いな事件でもあったのか、お前は。絶対的エースの味噌ラーメン終わらせんじゃねえよ。疲れてんな、おい。出たよ、寝てない自慢。寝ろ。はい、次。プロポーズ、ちゃんと言葉で伝えろよ。気持ち伝わんないぞ。お前のために言ってる。心強さとってクイズかよ。歌っちゃったよ。懐かしいな、おい。5枚目ぐらい。いや、全然わかんないわ。ドッキリの音だろそれ。てってれーって、さっきからもう何がしたいんだよ、お前は。バカ。あ、あ、もうちょっと見たかった自分がいる。はあ、おう、うわあ、楽しかったな今の。